皆さん、こんにちは。ケニーと申します。今日からですね、皆さんに1回あたり5分から10分の短いビデオをですね、えー、たくさん作っていきたいと思いますで。どういう目的で作るかというと、皆さんにプレゼンをね、マスターしていただきたいからということなんですね。で、今日はですね、1回目です。えー、今日のタイトルは、プレゼンは料理だと。料理のスキルと同じだということで、お話ししていきたいと思います。皆さん、そのプレゼンというものをですね、本当にマスターしたら、自分の人生はどのように変わると思いますか はい一言で言いますとです、ね、プレゼンをマスターしていくプレゼンのスキルが上がっていくに従ってって皆さんの価値も上がっていきますこんなイメージなんですね、はい、これが起きてきますからぜひこのブログにです、ね、ついてきていただきたいと思うんですねなぜ私がこのプレゼンスキルは料理のスキルかというとです、ね、今から説明しますね皆さん例えば肉じゃがという料理を、ね、考えてみてくださいこの肉じゃがを作る時のプロセスというのはどういうプロセスになるでしょうか はいまずステップ1ですねステップ1ではあ新鮮な素材を集めますねじゃがいも玉ねぎ人参肉ですねあとまあ醤油とかみりんとか調味料をあ揃えますこれがステップ1ですよねステップ2はですね皆さんの料理の知識とそれから技術を使ってですねこの新鮮な素材を加工するわけですねはいこれがステップ2ですステップ3はどうでしょうか もし皆さんの知識と技術が非常に優れていればですね、美味しい肉じゃがが出来上がりますね。はい、これが肉じゃがを作る時のプロセスです。はい、今のはうまくいった例ですね、えー。では今回はこういう例はどうでしょうか。ステップ1は OK とあー。問題ありません。新鮮な素材を集めました。ところがね、ステップ2。えー、皆さんはあ肉じゃが一度も作ったことないと。うん、知識も経験がもうないというふうにあの考えてみてください。でも、見よう見まがで作るわけですね。はい、そうしますとステップ3。 おそらくくううまいいいかかななんじゃないでしょうかお芋が十分に煮えてなくて硬すぎたりとかですね味が甘すぎたりしょっぱすぎたりして、えー、まずい肉じゃがんになってしまうわけですね、はい、今2つの例を出しました違いは何でしょうか、はい、この真ん中の,その料理のスキルと技術があるかないかという違いで結果がすごい変わってしまうということですねはいこれはですね、えー、プレゼンもね実はね同じなんですね、はいえー、じゃあ皆さんこの素材の価値をね全部で1って考えてください はいじゃあこれ料理に、えー、なぞらえて数式を使って説明していきたいと思いますはい皆さんこれ私自身なんですね私あの、えー、料理を勉強するために ABC クッキングに通いました1年間ですねでそこでねもう確信に近いものを得ましたね、えー、どういう確信かというとあ料理の原理原則プレゼンの原理原則これ全く同じだなっていうふうに思ったんですねはい話をちょっと元に戻しますと先ほどの素材の価値をね1と置いてください えー、玉ねぎ、じゃがいも、人参すべてを合わせた素材の持ち味を1ですね。次に出てくるこの1はですね、皆さんの料理のスキルのレベルです。標準的なスキルだとしますと、1る1になってですね、普通の肉じゃがが出来上がりますよね。うまくもまずくもない普通の肉じゃが。じゃあ、例えばね、2つ目のケースでしたけれど、えー、その。 肉じゃがを作るその料理のスキルが十分じゃないと仮定しましょう0.5だとするとですねせっかく1の価値のあった素材の持ち味が引き出されずまずい肉じゃがになってしまうわけですね3あったらどうでしょうか3あるとですねその素材の持ち味があもう100%以上引き出されて、えー、すごいおいしい肉じゃがが出来上がるわけですね、はい、この違いを作ったものはこのステップ2の部分ですね 料理ののスキルの違いだったわけですこれプレゼンも、ね、全く同じなんですね。まずこの1の部分は何でしょうかこれは素材なんですよね。素材。まずいい素材がなければ、プレゼンはいいプレゼンになりません。それはどういうことでしょうか情報です。あるいは皆さんの持っている知識とか経験ですね。この価値がまず十分なければいけない。まあそれを1と置いてみましょう。そうするとね、それをプレゼンということは料理しなきゃいけないわけですね。皆さんのプレゼンスキルが普通であれば、普通のプレゼンになります。 まあ可もなく不可も,もないですね。普通のプレゼン。うん、2、えー、番目のケース。えー、皆さんのプレゼンのスキルが、ね、十分じゃなかったらどうでしょうか ?0.5 になっちゃうわけですね。これほど損するってことはもったいないことですよね。せっかく1の価値のあるものが半分しか伝わらないわけです。伝わったらどうでしょうか皆さんの持っているその情報とか知識、経験の価値がです、ね、相手にすごい魅力的に伝わるようになるわけですね。結果何が起きるでしょうか 結果はですね皆さんのそのプレゼンに説得されるわけです。聞き手の方がねそれは上司かもしれません、えー、お客さんかもしれませんあるいは家族かもしれませんね、えー、魅力的に伝えることができるようになるとおその自分の持っている価値が相手に正確に伝わるあるいはそれ以上に魅力的に使える伝わるわけですねはいだから私はですねこのプレゼンスキルと料理のスキルは原理原則は同じだっていうんですねはい料理いい料理をするためにじゃあ必要なものは何か これもねねつあるんです、ね、まず第1は、ですねまず素材が良くなきゃいけないですね。素材が悪かったらいくら料理のスキルが上手でも美味しい、えー、その料理が出来上がりません。プレゼンに置き換えると、これはですね価値のある情報ですね、えー、体験、知識、うん、価値のあるトピックです。これが最初の条件になります。2つ目は何かというと、料理はですねこの切る技術なんですね。えー、この、えー、素材を食べやすい大きさに切ってあげる。うん 味が染み込みやすい大きさに切ってあげるこの切るコツっていうのはねすごい大事ですいろんな切り方があるんですね回し切りとか乱切りとかですねいろいろありまして、うん、じゃあこれプレゼンに置き換えるとこれはね内容をどのように分けるかっていうことなんです皆さん分かりやすいって言葉がありますよねこれどこからきてると思いますかこれはですね分けるから来てますつまり分かりやすいプレゼンっていうのはちゃんと論点が分かれてるんですよねまず結論から入る 2つの理由があってとかね、また結論に戻ってきて、アクションを提示するというように、ちゃんと論点が分かれているので分かりやすいわけです。ですからあ、プレゼンにおいて大事なのは、いかに論点を分けるか、切る技術ですね。それから3つ目なんですけどね、それは何かというと、料理でいうと味付けなんですね。えー、どんなにいい素材であっても、どんなに切り方が上手でもですね、この味付けで決まってしまいます。 しょっぱすぎてしまったり甘すぎてしまったらですねどんなに素材でもまずい肉じゃがになってしまうわけですねはいこれをプレゼンに置き換えるとこれはね話し方なんですね話し方です、えー、これどういうことかというと同じ内容のメッセージであってもその話し方で全くインパクトが変わっちゃいます例えばですよ皆さん私が今日このプレゼンをする一番最初にですね皆さんこんにちはって言った場合と皆さんこんにちはって言った場合どうでしょうか 全く同じメッセージですよね全く同じ素材ですけれども全然インパクト変わったんじゃないでしょうかですからあーこのー味付けの部分話し方の部分で決まってしまうわけですねもう一回整理しますよ 料理、それからプレゼンに共通する重要なことは、第一がですねいい素材を持っているということですね、いいトピックがあるということ、二つ目、えー、ちょうどいい大きさに切ってあげることですね、内容を分かりやすい構成に分けてあげるということ、それから三つ目はですね味付けの部分ですね、これは熱意を込めて、誠、え、意、ー、を持って語るという話し方に関わることです、この三つが揃えばですねいい料理が出来上がります、いいプレゼンが出来上がるんですね。 よしですかはい今日ねもうここまでなんですねで、えー、第2回に向けて皆さんに一つね課題を出したいと思います、えー、皆さんじゃあ最初にですねこのプレゼンをするにあたって、えー、その価値のあるトピックを考えていただきたいと思いますはい、えー、皆さんが人に伝えたいと思っている皆さん独自の知識あるいはこう思い、えー、思い入れのあるものですね、えー、価値のある知識とか体験とかあ情報これを考えてきていただきたいんです で今回はですね非常に簡単なテーマにしたいと思います簡単なテーマというのは一番皆さんがよく知っていることですねそれは何かというと皆さんの人生について一つトピックを持ってきていただきたいんですね自分の人生を振り返りまして今までの人生で一番記憶に残っているつらかった体験をね是非一つ考えてきていただきたいと思いますこれ自体がねすごく、ね、価値のあるテーマなんですねですからこれを使ってその素材をですね次回は どのように加工していくのか、うん、料理のスキルの、ね、第一歩からご説明させていただきたいと思うんですね。よろしいでしょうか。はい。今日のテーマはですね、これで終わりです。それで、えー、この内容、実はですね、英語でも教えてるんですね。ですからあの、英語のプレゼンを学びたいという方は、英語版を見ていただきたいと思います。この YouTube の下にですね、英語版の URL も載せておきますので、全く同じ内容です。全く同じ内容を英語でやってますので、英語の勉強のためにもですね、 ぜひ聴いていただきたいと思います。はい、ということでですね、今日はここまでにしたいと思います。あ9分で終わりましたね。はい、9分間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。2回目の教室でお会いすることを楽しみにしております。